ポルテックに来ております。東京ビッグサイト、あ、ポッポッポーあ、ポッポッポー、日本最大級のスポーツ、フィットネス、あと健康産業総合店という相当な規模らしくて、はい、ちょっと今日ここでなんと、うん、遺伝子調べることができると。遺伝子ってあの遺伝子ですか？あの遺伝子、遺伝子調べることができる、ざっくりだけど、どういうこと？自分の体の中の潜在能力を知ることができるっていう。あ、いろんなのもう見透かされちゃうわけだ。そういうことです。だからまあサブ 3.5 目指してるじゃないですか。目指してますね、はい、で僕もまあ一応芸能界最速目指してるじゃないですか、はいはいはい、でまあだから要はその竹本さんはこんなトレーニングをするとこんな感じの結果が出ますよっていうのが全部遺伝子レベルで分かるという。で簡単に言うと楽できるってことですか？近道できます。めちゃめちゃ近道できます。近道できます。今日のコーチじゃあ遺伝子ってことで。今日はもうそうですね。遺伝子ってことで。遺伝子っていうことにもなります。それが一番いいかも。うん。だから遺伝子に教えてもらった方が一番いいかも。めちゃめちゃ向いてないってなった場合はもうどうすればいいですか、うん。めちゃめちゃ向いてない場合は、うん、向いてないなりの努力を。いやなりの。向いてないなりの努力の仕方が分かるってことよ。要は。それはもう地獄だよ。いや地獄だけどそれもまあ。それは酷じゃない。いやあのそうなんだけど俺今。聞いて思ったけど、俺がその結果出たらどうしよう。ちょっと真面目にね、今日は本当に検査、遺伝子のどこまでわかるんだろうね。どうする？俺、あなた2時間半で走れますよって。うん、その可能性あるらしいよ。じゃ早速、そうです ね、うん、ちょっと行きますか。スポルテクニレッツラニー。すごい、相方が好きなメーカーです。の展示会なんで。もうトータルメンバー、僕の大好きな那須川天心選手もやってますよ。見てください、この分かる範囲めちゃめちゃあります。筋繊維、瞬発力、疲労ストレスとかまで。遺伝子キットですよ、多分。今日結果分かるの？今日は分かんないです。後日。ちょっと後日。後日分かって、はい、それでそれをもとにトレーニングすればいいってことですね。そうですね。でトレーナーさんがいるんで。まあそうですね。近場にトレーナーがいる。そうですね。一応はい。で体操をお伝えするんで考えてもらって、はい、こういう体質だったらこういうトレーニングがいいんじゃなかろうかっていうことを取り組んでもらった方がいいと思います。緊張するね。ちょっと緊張する。なんか自分の遺伝子を全部知られちゃうと思うとなんかちょっと恥ずかしい。力。さあということで、小声でね、来てるのも理由がございます。はい。本日は株式会社グリスタさんにお邪魔しております。で、結果が出たということで、私がズルできるかどうかでございますね。サブ 3.5 遺伝子的に。それではお願いします。お願いします。ズルって何？ズルって何？アスリートがよく使っている体質情報を、ここに以前からサブ 3.5 っていうのを目指してるんですよ、マラソンで。ってことはやっぱり資金が相当発達してたら、うん、そうだよね。まだ見てないんで。そうですね。しかしたら意外とチキン型の可能性ある。そう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 、100キロチャレンジウルトラマラソン向きだからね。そう、次の日全然ノーダメージ。ノーダメージ。筋肉痛にもならなかったんで。そうですね。今回調べているのはこの辺の筋繊維の話とか、ね、ここ重要ですよね。持久力とか瞬発力とか、はい、あと筋肉の怪我の話とかですね。さあまず皆さん、はい、全くわかりません。僕の知識じゃ全くわかりません。はい、実際遺伝子を調べるとこういうことがね、結果として出てくる。これが僕の遺伝子なんですか？そうです、情報なんですけど、まあ分かんないですよ。僕に対して青信号、黄信号、赤信号みたいな、こういう風に色で出てます。なんか青信号少なめな気がする。青信号少なめですよね。やっぱ青の方がいいって感じですか、これ？この項目に対してはそうですね。でもこっちは筋繊維がまあ1型、2型、3型っていう風に見る。なるほど。良い悪いでは実は単純ではないんです。いきますと、はい、これ1型なんだ、1型なんだ。これはですね、持って生まれた筋肉の質を見てまして、はい、わぁ、一番大事なやつ。大量で、速筋が多いタイプですね。速筋ですね。はい、終わりました。
はい、速記能力。終わりました。才能ないスタート。1年後出ないといけないんですけど、はい、速記があるとやっぱダメなんですか？チキンっていうイメージがあるんですよ。そうですよね、イメージはありますよね。はい、ただマラソン選手とか長距離ランナーでも速記型の人も全然いるので。あ、いるの？ありますいます。ますはい、あ、みんなチキンだと思ってたんですか？そんなことない、そんなことないです。あ、マジですか？ついこの間もオリンピックに何度か出られた方かな、はい、世界選手権とか出てる、はい、長距離ランナーですね、はいはい、が、うん、ほとんど似たよ。まさか、あ、じゃあまだ諦めなくていい。あ、全然全然全然ですか、はい、全然全然全然。これだから短距離走に向いてるとかっていうことではなく、こういうのを知った上で、なるほど、トレーニングする向いてるねと。これでバンで向いてる向いてないではないってことですね。単純ではないですね。なるほど、そういったランナーもいますので、はい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 、ちょっと希望湧いてきましたね。そうでしょ、だってもう終わった後ももうやめようかなと思ってたもんね。持って生まれた筋繊維の組成なんで変えることはできないんですけど、まあ、うんうん、筋肉を鍛えるのとはまた違う話なので、うん、割合なんで繊維の、はい、うんうんうん、筋肉力低い、やばくないですか、これ大丈夫ですか。低いのはこれ持って生まれた筋繊維の割合からあと弾き出してるだけなので、筋持久力ってことですね。そうです、これはもう結構持って生まれた筋繊維の割合が持久よりのチキンが少なめですよという、割合が少なめですよという、めちゃめちゃ筋持久力が少ないですよってことですね。チキンが少ない割合として、割合としてってことです。マラソン意外と大丈夫だったりもするっていう人もやっぱりオリンピアンの人と話した時に、その方はやっぱりラストスパート私得意なんで、速筋持ってるんで、そのスパート効きやすかったりとか、エンジンは積んでるってことですか。そういうことです、ラストすごい人いますよね。いますね。 100m 最後だけ測るとだから俺もファラってことでしょ。ファラってことだね。モチベーションのところも、はい、モチベーション、モチベーションバレちゃうんですか。モチベーション、そうですね、ドーパミンの、そうですか、ね、ちょっとモチベーションは2なんで、まあ、少し上がりにくい。正解ですね。それでも DNA から上がりづらいってことですよね。そうです、そうです。今上がりにくい状況かっていうことではなくて、持って生まれたものとして生まれてるギアの時はもうやる気ないよって感じの人ってことですよね。だからいろんなトレーニングしていった方がいいってことですよね。楽しみをとっていいと思います。とてもいいと思います。ストレスとか疲労を少しこう溜めやすい傾向。あれ天才天才なんですよ。 D もよく聞いといてほしい。天才なんだよ、天才。多分これ見てる人で先輩と思ってる人いないと思うよ。もうそう思った方がいいですよ。俺の誹謗中傷返っちゃダメなんですよ。で、生活的にはストレスは少ない生活を送ってるので、もうそういうのは体質としてあるんですけど、量がしてあるとか、それ以上のメンタルを持ってるとかっていうことはあると思いますけど、遺伝子を量がしてるよ。皆さんのおかげかもね。遺伝子を凌駕したノンストレスの生活をしてるってこと。何もしてねえんじゃないの。何もしてないだろ。自分に合った生活をしてるってことですよね。そうです、そうです。セロトニンを作るのがちょっと苦手な体質っていうことが分かる。セロトニンが不足するとストレス感じやすくなったりとか、睡眠とか、でこれは結構食事とかで、まあ、何がいいですか。何がいいですか。そうですね、そのセロトニンの原因となるものって、うん、アミノ酸の一種のトリプトファンというものですので、うん、タンパク質を取っていただくといいと思います。お肉、お魚だったり、大豆製品だったり、タンパク源を、はい、気をつけて取っていただければ。今日納豆とかやっぱ万能なんですね。納豆すごいですよ。納豆本当にこれ体質としてちょっと油断するとセロトニンが不足しやすい体質だから気をつけましょうねみたいなことを、なので今、ちょっと不足してる感じは見受けられないので、今気になってる、痩せなきゃいけない時期なんで、やっぱマラソンだよね。あれなんすか、そのびっくり動画。え、どっちだ。太りやすい。太りやすいですか。そうですね。僕なんなんすかね。僕家族誰も太ってないんですよ。あ、本当ですか。なんかすごく太りやすいかって言われると、実はそんなすごくではない。すごくではない。中太りん今、ザ・今な感じになってるけど、ビタミン D をうまく吸収できるかどうかっていう体質を見ていて、ちょっと苦手なんですよ、ね、ビタミン D が摂取しやすい食べ物っていうのは。そうですね、干し椎茸ですとか。干し椎茸そうなんですよ。渋いな。食べれる。食べたことないから、干し椎茸すごいね。でもざっとこれを見ただけでも結構メニューは立てれますよね。筋繊維で速筋でしょ、ってことはまあ距離差多めだよね。始まる前にストレッチかなりしないとダメなんだ。筋トレはしない方がいいね。もう
すぐ本番までは重なっていい、しなくていいと思う。だから走ってつく筋肉だけで十分。やっぱ朝ごはんも納豆含みで飯を食うと。で、あと朝ごはん納豆含みで食う理由は夜に寝やすく するためね。これはちょっとすごいですね。生魚でしょ。いや食べれないんですよ、これ。いや生魚でも行ったでしょ、俺。イタリア育ちだから食えないんです、刺身。刺身も寿司も、うん。気持ちの問題だな。いや、気持ちとかじゃないですよ。うん、吐きますよ、多分僕、うん。いいじゃん。いや、良くないっすね。だから、はい、ストレス、はい、ストレス、ストレス。まあ、これで相当わかりますね。相当わかる。今、アスリートだけでこんだけ上がって、あとまだ、本当はヘルスケアと、ビューティー、シェイプビューティーもわかるんですよ。サブ 3.5 できそうっすか。今分かってる、側近型っていうことが分かったんで、はい、そう今メニューの組み方とか多分またちょっと変わったと思うんですけど、うん、そういうのがこう適正化されていくと効率は上がっていくと思います。だからまあ結構ズル成功ですね。ズル成功でしたね。まあそうだね、これ知れたんで、うん、自分最短距離でいけるってことですかね。そう、名手もあとはコーチ次第ですね。これを使い回してくれればね。そうですね、ぜひちょっと。でもこれ今話聞いただけでも、あ、こうやった方がいいなみたいな案がどんどん出てくるんで、ぜひ達成できたらまたちょっと報告させていただきたいな。応援しております。おかげさまでみたいな。最短距離で行けました。そうだね。だから来なかった場合はあいつらダメだったのか。YouTube 見てください。あんま言うとストレス感じてるから。ストレス感じてる。今もうすでに感じてるから。いいんだよ、大丈夫大丈夫、絶対出るよ。で、竹本に温かいメッセージをよろしくお願いします。株式会社フリーサさんから、イネージュル結果報告でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。